E23 伊勢自動車道のインンターチェンジである本校では、隣接、分岐する、名阪国道との関ジャンクションと、及びかつて存在した、関本線料金所についても記述する。伊勢関インターチェンジは、e、E23 東名阪自動車道と E23 伊勢自動車道を結ぶ、亀山直結線の開通とともに、平成17年3月13日に共用。 開始した。伊勢自動車道と E25 名阪国道を結ぶ、関 JCT は、亀山直結線の開通に伴い、実質的に伊勢関インターチェンジの出入り口となったが、現在も施設として残っているほか、一般道との接続は名阪国道を介する必要があり、現在も事実上のジャンクションとして機能する。なお、下り線伊勢方面へは入り口のみ、 上り線伊勢方向からは出口のみのハーフ IC となっている。このため、東面半自動車道の終点ではあるが、道路線と伊勢関インターチェンジの相互利用は不可能である。よって、名古屋方面からの利用者は隣接する亀山、インターチェンジを利用する。伊勢関インターチェンジは関 j c t とワンセットである。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。例運用は時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。関本線料金所はかつて三重県秋群芸能町にあった伊勢自動車道の本線料金所である。1975年10月22日、関 JCT 被災インターチェンジが開通した時に開設された。 下り線では通行券の発券を、上り線方面では通行料金の生産を行っていた。関リアとも呼ばれた。東名阪自動車道と伊勢自動車道とを直結する亀山直結線が平成17年3月13日に開通し、東名阪道と伊勢道が投資料金で利用できるようになったため、東名阪道の鈴鹿本線料金所ともに、 廃止された。なお、関本線料金所施設の真ん中部分を取り壊して、本線とし、残った両サイド部分をそれぞれ伊勢関インターチェンジの出入口料金所に流用した。関ジャンクションに関するカテゴリー、関本線料金所に関するカテゴリー、ありがとうございます。